長。取ったのじゃないでちゅ。何時だと思っているでちゅか。それはこっちのセリフでちゅ。こんな真夜中に延々と目覚ましを鳴らし続けてえらい迷惑でちゅ。なんでこんな時間に目覚ましなんてかけたでちゅか。思い出したでちゅか。上司だろうと部下だろうと他人に迷惑かけて反省もないような人間には制裁を与えるでちゅ。あのでちゅね、もういいでちゅ。それじゃもう霧島は寝まちゅから、これ以上あまりドタバタしないでくださいでちゅ。痛い。あ、あれ高博さん、なんか早起きなんですね。まだ真っ暗ですよ。そうですよ、12時を過ぎてからすぐに。いた。あ、何か気に触られたのでしょうか。でも平手の連続攻撃したらダメですよ。ネジがこれ以上緩んでしまったら、さらに問題があるメイドになってしまいますよ。ですから、さらに問題があると、いただ。でちゅ。マジ静かにしないと。さすでちゅよ。あい
た。あまり暴れると霧島さんがドアから覗いています。よかったですね。ただのお色漏れですよ。多分雰囲気作りですよ。黒いお色より雰囲気出るじゃないですか。持ち場に戻りますから。はい、持ち場に。は？非常識。もしかして連日リニアを高弘さんが怒っていらっしゃるのはタンスで待機していたからなのですか。高弘さん、
高平さん、おはようございます。そうですね、では改めまして、こんにちは。そうですか、それは残念ですね。あ、これですか。これはですね、新かぐや姫ですよ。私も今読み始めたところなので、まだよくわかりません。はい、お読みいたしますよ。そうですか、でも私がお読みした方が。これエスペラント訳ですよ。子供向けのエスペラントの教材なんですよ。だから高弘さんのためにお読みします。いいじゃないですか、読ませてくださいよ。高弘さんは横で聞いているだけでいいですから。はい、ではお読みいたしますね。昔昔、あるところに竹で籠を作って暮らしているおじいさんがいました。ある日、おじいさんは竹林の中で金色に輝く竹に出会いました。満月の夜、かぐや姫を月に返さんと、大納言たちは弓を持ち、待ち構えました。その時です。にわかに地面が揺れたかと思うと、大地に亀裂が走りました。愚か者め！と、突然鉄仮面が叫びます。高弘さん、なんやかんや言ってエスペラントもお読みになれるのですね。はい、1巻はこれで終わりです。2巻は来年みたいですね。絵本コーナーだけみたいです。はい、私です。そんなことありませんよ。物語にくだらないもくだらなくないもないですよ。そこに作ってる方の夢が感じられるものは、出来の良さなんて関係ありません。私はこのお話にも作り手さんの夢の心を感じます。夢は人に希望を芽生えさせます。そして夢は希望を大きく育てます。そんな素敵な絵本がなくなってしまうのは、本当に心苦しいことです。ですから私はここで大事に保管して、皆さんに読んでもらっています。
経費じゃありません。絵本のほとんどは私の私物ですから。はい。前の訓練所で寮の床を抜いてしまったので、図書館のあるこちらの島に一緒に移されました。いいえ、マニアなんて言えませんよ。ただ好きなだけです。高弘さん、これを使ってください。高弘さんが欲しがっていたものだと思います。とりあえずもらってください。はい。はい、どうぞ。いえ、そんなことは。高弘さんが今必要としているものが出ただけです。逃げてください。